白井英治。さあ気持ちで負けませんにコースを奪います。嵐の前の水面で12レースの優勝戦、1、2コースやや深くなって進入インコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。センター好スタートはトップスタート4コースから3番の山口、そのうちから菊池が出ていく。それでも1番の磯部は先に丸展開、内くるっと5枚から白井が捉えた、流れてしまった磯部、2コースからの差しが届いた白井がここで抜け出して先頭リードは2手進、スタートは前提正常でした。それでもアウトコース食らいつく1番の磯部ですが、内から5番の飯内が上がってきました。優勝戦は2枠、スタートは前提正常でした。6番の白井がここで突き放すか、内をついて1番の磯部、追い詰めるところでしたが届いていません。その差2手進のリード。 G1 徳山クラウン争奪戦解説69周年記念競争、優勝は地元白井英治選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。まずは今の率直なお気持ち聞かせていただけますか。もうすごく嬉しいです、はい、優勝のイメージっていうのはどうだったんでしょうか。イメージは持ってたんですけど、どうしてもエンジンが足りないところがあって苦しい戦いが続いたんですけれども、まあ、本当にセビスさんと後輩たちのおかげでこうやってここにたどり着くことができたと思います。この優勝は年末に向けての大きな大きな優勝になったと思いますが、いかがでしょう。そうですね、まあ、年末もありますけど徳山でこういう状況で勝てたことがすごく嬉しいです。本当ご声援最後までありがとうございました。また次尼崎からまた気持ち新たに走っていきます。ご声援よろしくお願いします。優勝おめでとうございます。続きまして、はい、歴史ある徳山クラウンが贈られます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。見事優勝いたしました白井英治選手でした。おめでとうございました。それでは